はいどうも、斉藤ファクトリーです。今回はですね、 MRS に入れると激変するパーツのご紹介をしていこうかなと思っております。で、皆さん結構いろいろな思考があると思うんですよ。スポーツ思考とか街乗り思考とか、まあ、休日快適仕様とかいろいろなものがあると思うんですよ。その中で私が入れてみて、いやこれは極端に分かれるなというものをまず紹介していこうかなと思います。例えばですね、街乗り勢なのに街乗りに必要ないぐらい過激なものを入れてしまうと街乗り辛くなるじゃないですか。そういうののまず紹介からしていこうかなと思います。後半に行くにつれてどんどんその MRS に入れていくとおすすめのものというものになっていくかなと思います。で、まず最初ですね、一番好みが分かれるものの部品というかパーツとしましては、エンジンマウント、エンジンマウントですね。これのお話をすると、エンジンマウントの強化品っていうのがまず今 TRD とテクノプロスピリッツ、あとはヤフオクで売ってる硬化剤を自分で流し込んで強化剤を作るタイプ、3種類ほどございます。で、私ここに置いてあるのは皆さんもうね、名前を聞いたらわかる TRD ですね。まあちょっとカメラマンがいないんでズームしてもらえないんで、見れたら見てください。これ TRD なんですよ。で、今も TRD は部品としてはもう物が出なくなってしまったので、 TRD はヤフオクで状態がいいのが出てきたら購入をお勧めするのかなと思います。で、エンジンマウントのお話もちょっと長くなってしまうんですけども、基本的にはですね、硬化剤で入れたタイプはかなり硬いです。で、さらにそこの上を行くのがテクノプロスピリッツのエンジンマウントですね。あちらの方は硬化剤を入れて一度釜で焼いて硬化させたタイプというお話を伺っておりますので、まあ値段相応に丈夫。硬化剤を自分で入れたタイプって周りのここの縁ら辺から割れてくるんですけども、まあ多分スピリッツのはそんなことがないのかなと思っております。なので街乗り志向が強め、でもエンジンマウントはちょっと強いのがいいとか、がはたまた、エンジンマウントの交換を検討されている方は、まず純正のエンジンマウントにもう一回交換でいいのかなと思います。で、スポーツ走行とかもフィーリング命みたいな感じではない方は純正のものを入れていただいていいのかなと思います。皆さん10万キロほど走ってる車体になってると思うんで、エンジンマウント純正のへたってないものに交換するだけで全然乗り味としては違うのかなと思っております。なので、街乗り志向強めの方はノーマルのエンジンマウント新品で、ちょいスポーツがいいなという方はヤフオクで TRD、 サーキットとかもう普段からでももうブイブイ行きたいぜという方はスピリッツまたはヤフオクの硬化剤タイプをおすすめします。コスト的に言うとヤフオクの硬化剤タイプは6000円ぐらいでできるので、そちらの方が安価でいいのかなと思っております。スピリッツの方は4万5000円ぐらい結構するので、長い目で見たら、まあ、スピリッツの方がいいのかなと思いますけども、ちょっと強化エンジンマウントを体験してみたいということは、ヤフオクでまず1個買ってみて、そちらに硬化剤を詰めて交換して、ダメだったらまた元に戻すって選択肢もありますので、そちらの方がいいのかなと思っております。かなり、エンジンマウントは好みが分かれると思います。車内がブルブルします。ブルブルします。とにかくブルブルします。ネジが緩みます。なので、こちらは、購入を検討していただいている方はかなりいい情報なのかなと思っております。で、次ですね。まあ、がっつりと分かれるってなると、次、クラッチ。クラッチですね。こちらは、私はもしです。今、結構皆さんクラッチの量減ってきてるなとか、そろそろ交換時期ですって言われてきたなとかっていう方々、おすすめするのは、純正相当です。私のは今、小倉クラッチのシングルメタル、シャラシャラいうタイプのものが入っております。かっこよくていいんですけど、渋滞はまったりとか、普段街乗りする分には、まあまあ刺激的というか疲れるので、おすすめはしないです。俺はこれがいいって言って入れたんですけど、結構街乗りしんどいんですよね。ハンクラもちょっと少なめになってるので、まあできることならば、純正相当とか、まあカッパーミックスとか、あの辺がいいのかなと思います。その辺詳しく知りたい方は、まあスピリッツさんにでも電話していただいて、多分許可取ってないんですけど、電話したら優しく対応してくれるかなと思います。なので入れるとしたら、まあ街乗りメインの方は純正クラッチ、
で、俺はシャラシャラの音が欲しいという方は小倉クラッチ。で、ドリフトでしばき込むんでも、まあ純正相当かカッパーミックスぐらいでいいのかなと私は思っております。クラッチもかなり好みが分かれるものになってますので、その辺も皆さん考えていただけたらいいのかなと思います。まあコメント欄に寄せていただければクラッチのお話とかも、まあ、軽くしようかなと思ってますけど、あとツイッターの DM ですね、その辺で回答することも可能ですので、ぜひ気になる方は問い合わせ、また僕の方に DM、 または、テクノプロスピリッツさんに問い合わせで、スピリッツさんに問い合わせする場合はちゃんと自分が何が欲しいかとか、どういう風にしたいとか、どういう思考で乗ってるのかっていうのをお伝えしていただければ話はスムーズかなと思います。いきなりクラッチ交換したいんですけどって言われたら、その人がどういう客層かもわからないじゃないですか。街乗りメインなのかサーキットメインなのかもわからないんで、私は街乗りメインなんですけどとか、サーキットメインなんですけども何入れたらいいですかっていうお話をしていけばいいのかなと思います。で、そのままクラッチに続いてですね、デファレンシャルギアですね。よくルーズソックス大好きっていうワード知ってる方は、わりかし私より年が上目なのかな、かまたは動画をかなり拝見されてる方なのかなと思います。で、そのワードが通じる方は、まあ、ドリフトに興味がある方なのかなと思います。で、 MRS ですね、オープンデフとトルセンデフと機械式デフ3種類ございます。で、オープンデフはちょっとこうもう草の上とか砂利の上でちょっとこうカタリンが降って浮いた時点で空転します。なんでオープンデフの方はトルセンデフを入れてあげるか、まあ、トルセンデフでいいのかなと思います。機械式ドリフトがしたいとか、ジムカーナーでタイムを出したいとか、サーキットでタイムを出したいという方は機械式でいいのかなと思いますけども、そうでない方は、トルセンデフとか機械式かなっていう、まあ、トルセンが一番おすすめですね。刺激もあまりなく、チャタリングだ、チャ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 とか、なてててててとか言わなくなるんで、まあ、オープンから行くんだったらトルセンデフ、トルセンデフからステップアップするんだったら機械式 LSD。まあ、こちらは入れたからといって、そこまで激しく、なんか挙動が乱れるとか、街乗りが不便になるということはないので、まあ、一つの候補として、はい、下手ってきたりとか、ミッションオーバーホールをするついでに入れていただいたりするのがいいのかなと、私の方では思います。で、この辺ですね、かなり好みが分かれるものになりました。で、次からですね、まず入れて激変というか、乗り味のフィーリングがかなり良くなるものについてご紹介していこうかなと思います。まず、もうここに出てる通り、車高調ですね。MRS というのはキビキビ動く車になってます。それにプラス車高調を入れてアライメントをバッチリ取るともっとキビキビ動くようになって、コーナリング速度等も上がります。ですけども、街乗り行動一般で使う分には車高調を入れたからってそこの限界速度からはるかに超えた走りをするってことはないと思っております。皆さんはね、サーキットに行った時に本領を発揮したりとか、まあ山で走っててちょっとコーナリングいいな、キビキビしてるなっていうのはもう入れただけでわかるかなと思います。で、私のおすすめする車高調はですね、また後日動画で上げようかなと思っておりますので、そちらの動画の方もお楽しみにお願いいたします。で、車高調の選び方はですね、そちらもまた別の動画でお話をしようと思うんですけども、まあ軽くお話をすると、まあサーキットユーザーと街乗り一般ユーザーと純正にちょっと毛が生えた方ぐらいがいいとかっていう方いろいろいらっしゃると思うんですよ。で、純正に毛が生えたものでいいっていうんだったら、私は TRD の足回りをかなりお勧めしております。あの足も以前ずっと僕使ってたんですけど、あの足かなりいいです。1センチ2センチほど軽くダウンされてて、乗り味も純正よりちょっと刺激、ちょっと固めになって、なのにしなやかに動く、あの足で僕は十分だと思っております。ただ今現状オーバーホールをしたりとかするとお金がかかるので、私は車高調にしましたけども、そうでなければ、まあ、TRD の程度のいいものを見つけてオーバーホールを出すとか、そういうものでいいのかなと思います。で、サーキットとかあと街乗りユーザーでも車高調は別につけちゃいけないわけではございません。ただあまり激しい足をつけてしまうと、クラッチとかデフと同じように普段乗るのが辛くなってしまうっていうことがかなりございます。私今オーリンズにしたんですけども、オーリンズも乗り心地がまあまあ硬いので、普段乗るにはちょっとなんかしんどいなって、スーパー買い物は行くの嫌だなっていうレベルになってます。で、車高調のお話はまたそのうちしようかなと思っておりますので、よいしょ、チャンネル登録をしてその動画が来るのを待っていただける方は待っていただけたらいいのかなと
思います。でですね、次は何の話をしようかな。フル化けのお話をしようかなと思います。バケットシートですね、あの畳めないタイプのフルバケットシートというものは、サーキットでかなり効力を発揮してくれます。定常沿線回、ドリフトの定常沿線回、右回り左回りをやった左回りで使えることが多いと思うんですけども、その左回りの時って足でグッてこう自分の体を支えながらやるので、クラッチワークとかアクセルワークに集中できないことが多いんですよ。なのでフルバケットシートを入れるとその辺がホールドがしっかりされるので、かなり安定した G に対応できるのかなと思います。まあ街乗りとかしてても、まあね、ちょっとシートからずれるってことはほとんどないと思うんですけども、まあ気になる方がいればフルバケットシートを入れるのもいいのかなと思います。で次にですね、ロールゲージのお話をしようかなと思います。MRS のボディよく剛性がないない言われますけども、それは勘違いというか、そんなことは実はないんですよね。トヨタがこれだけお金をかけたりとか開発して作った車なので、まあ足回りに関しては前期と後期で分かれてることはあるんですけども、ボディのお話に関しては特に前期と、ね、中期後期でそんなに激しく劣るところは私はないのかなと思ってます。やっぱ足回りのちょっと補強の部分が足りない分ふらついたりとかは、やっぱ前期乗ってたりとかするとあることもあるのかなと思いますけども、それはそれで前期の良さというか、なんかこのね乗ってる感じがたまらないということもありますので、いいのかなと思っております。でロールゲージですね、ロールゲージは僕は、クスコのセーフティ21、4点のサイドバー付きフルオプションですね、10万円ほどのものをつけております。で取り付け工賃がおよそ5万円、15万円ぐらいかかります。でなんで入れるのかっていうと、死にたくないからですね。サーキット走行しているときに、やはりあのないとは言えないんです。事故って、皆さんなんかこう街乗り走ってたって、あの 100% ないってことはないんですよ。僕事故しないからって、安全運転で走ってたって、まあ、プリウスに突っ込まれたりとか、ね、他車種に突っ込まれたりとか、いろいろなことがあるんですよ。その時に横から突っ込まれて速度が速かったら横転してしまったりとかするので、当たりどころが悪かったりしたらかなり良、くないことが起きるので、私は、命を買ってるという意味でロールゲージを入れております。車は別にお金出せば買えるんですけども、命ってお金でも絶対買えないものなので、その辺もし仮にです、山とか走ってる方がいらっしゃったら、ないとは言わないんですよ。横転しないとか事故が起きないとは言えないじゃないですか、やっぱスポーツ走行してる上で。自分の命を安く見てはいけないです。15万円程度で自分の命の安心が買えるなら、私は買った方がいいのかなと思います。で若いうちってやっぱ15万ってかなりの大金になると思うので、中古のものを入れていただくとか、まあ最低でもハードトップを入れていただくとかした方がいいのかなと思います。私のお知り合いに、首都高速でちょっと昔無茶をしてしまってロードスターで横転した方いらっしゃいますけども、その方頭が大根おろしというか結構すり減ってしまっていることがあったので、写真を見たらってなったんで、ね、そういうのを見たらちょっと買う気になるのかなと思っておりますけども、ロールゲージは基本的に車の剛性も上がります。コンビニの段差を踏んだ時に前までミシって言ってたのがミシって言わなくなったりするっていう変化はあるんですけども、まあチューニングとしての効果というよりも命を守るもの、4点シートベルトとかロールゲージに関しては命を守るものです。車はもうお金で買えます。絶対お金で買えるんですよ、車って。 MRS が値上がりしてきたしてきたって言ったって、自分死んだら車も買えないですし、仕事もできないですし、命を守るための装備だと思ってください。で命を守る装備のついでのお話をしようかなと思うんですけども、 MRS で結構過激な走行をされる方はオイルクーラーを入れてください。これは車を守る装備になってます。やはり普段オイルクーラーなしで全開走行してる方とか、油温計ついてる方は分かると思うんですけど、かなりの温度が上がってると思いますので、オイルクーラーは車を守る装置、ロールゲージは自分を守る、命は絶対にお金で買えません。そこは本当に身に染みて分かる方って数少ないと思うんですよ。なので必ずその辺のところは自分のお財布と相談するなり、走りのスタイルから選ぶなりして、必ずロールゲージとかは自分の命を守るものなので、入れられる方は入れた方がいいのかなと思います。でこの辺で大どころのお話はしました。で次のこのお話ですね、乗り味が劇的に楽しくなる、または、
著しく嫌になる、こちらも意見が分かれると思うんですけども、マフラーのお話ですね。こちらはかなり意見が分かれるのかなと思います。私街乗り用は静かなマフラーで、普段サーキットで行くやつはちょっとそこそこの音量のものにしてるんですけども、普段ずっと乗る方は静かなマフラーの方が気を使わなくていいのかなと思います。なぜかっていうと、やっぱ朝の通勤で使われる方とか、朝ねエンジンをかけた時の一発目の始動ってそれなりにうるさいと思うんですよ。そうするとやっぱご近所様からの目もありますし、いろいろね目をつけられたりすることがあると思うんですよ。なので普段乗る方は静かなマフラー、ブリッツニュルスペック R だとか、ロッソモデルとか、あの辺がいいのかなと思います。で、少し刺激が欲しいという方はボーダー304とか、あの辺今値上がりしてますけども、ボーダー304はかなりいい音です。で、ボーダー304を入れる注意点としましては、マフラーの取り回しがパイプが低く出てくるんですよね。その低いところに輪止めに当たってしまうとか、普段当たらないところが当たってしまうことが多くなっております。で、 MRS よく直感マフラーとかにしてる方いますけども、はっきり言って直感にしたからってこの世の終わりぐらいうるさくならないんですよ。駅マニと職場と直感マフラーの組み合わせにした時点でうるさくなるんですけども、マフラー自体直感にしてもそこまで音量は上がらないです。そこまでって言っても私のこのねレベルがありますので、それなりの音にはなるんですけども、直感マフラーは近隣のね理解をいただけるとか、サーキットに行くとか、サイレンサーを必ず入れて走行するとか、まあそういう使い方ができる大人の方が使えばいいのかなと思っております。普段からブイブイ直感マフラーだとそれなりにねやっぱ目も痛くなってきますし、耳も痛くなってきますしね、いろいろ気になることがあるのかなと思いますので、まあ、マフラーは自分の、ね、ライフスタイルに合ったりとか、自分の気に入るマフラーを見つけてみてはいかがでしょうかなと私の方では思っております。で、あとですね、劇的に変わるものといったら GT ウィングですね。 GT ウィングはこちらコーナリング速度はかなり変わります。茂原サーキットの100キロ程度の、ね、コーナーでも、およそボトム速度は10キロぐらい最終コーナー抜けてから違うので、ウィングに関してはかなり違うのかなと思っております。まあいろいろね、そういう今回は細かくお話ししていってます。的を絞ったお話ではなく、こういうパーツを入れていくとかなり乗り味が変わってくるよっていう軽めのお話になっております。あとはまたね、もうちょっと細かいお話とか突っ込んだお話とかは個別の動画を作る機会があればそこで作っていこうかなと思います。なのでかなりいろいろなねメーカーとかが関係している動画になっておりますので、皆さんチャンネル登録と高評価をしたりリツイートをしていただいて、その企業様に届くようになれば、もしかしたら私の方で案件等が拾えるかもしれないので、そしたらもっと詳しいお話ができるようになりますので、チャンネル登録と高評価をぜひお願いいたします。ということでですね、今回は乗り味が劇的に変わるもの、街乗りユーザーにはあまりおすすめしないものというお話をしていきましたが、まあ皆さんかなり分かっていただけたのかなと思いますので、また次の動画でお会いしましょう。では。